ブンブン、グッドモーニング YouTube。今日は森山記念病院渡来先生、返事応答不全。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。今回も運動対応のについてっていう感じなんですけど、運動生理学ですかね。運動生理学に関して、クロノトロピックインコンピテンス、返事応答不全ということで、話題提供させていただきます。はい、一応、言葉の定義もあるみたいで、身体活動に対する、身体活動に対する需要に見合った心拍数上昇が不十分ということで、要は運動しているときに、心拍数が十分に上がりませんよということになります。で、数字の定義としては、予測の最大心拍数の 85% に満たなかったり、予測の、ハートリエートリザーブ、予備脳の 80% に満たない。あと、クロノトロピックリスポンスインデックスというのも、式で、下のような式にあるみたいで、それの、これも8割に満たないということで、いずれかを満たせば、定義上は、返事応答不全に当てはまるということみたいです。図で示しますと、このように運動負荷を行ったときに、こちらは健常者ですけれども、十分に心拍数が上がりますけれども、心不全の人では特にFPF、特にということはないですけれども、心不全の人ではこのようにダラダラと上がって、十分に心拍数を上げられないということが言われています。これ、FF 患者さんでも同じですか？同じだと思います。はい。はい。はい、で、この頂点のところは、ピークハートレートですね。で、この安静時と、ピークの差がリザーブになりまして、返事応答不全の定義には入ってませんけども、リカバリーのところもこうだらだら下がるというのが特徴で、これも、予後と、関係があるという論文も出ています。で、この論文というか、レビューは、HFPEF の患者さんの運動対応能の低下はどんな要素がありますかというまとめられたものですけれども、上の方には心臓に関わる内容が書かれていて、下の方には心臓外の要素が書かれています。何が言いたいかというと、いろんな要素が関わってますよというのをこの図では示していて、返事応答不全はその一つに過ぎませんよという感じで、この図では示されています。で、ペースメーカーの、レートレスポンスということが、返事応答不全と、よく関わるのは、馴染みが深いところだと思いますけれども、このようにハートレートが、予測ハートレートの、70% に満たないような人に、レートレスポンスを入れてあげると、一応、運動対応のが上がりますよという、文献があったりします。なかなか予後改善までは示されている論文はないと思うんですけども、このように症状だったり運動対応のは変えられるという論文があります。うん、しかし一方で、変えられないという論文もいくつかあって、この論文では、レートレスポンスを入れておくと、このように心拍数はちゃんと上げられているんですけども、運動対応のは変わりませんでしたよという結果になっています。でこの、論文ではもう一個やっていて、イバブラジンを入れて、今度は逆に、心拍数を下げて、しっかり下がってますけども、運動対応能を見てみると、別にそこでも下がることはなかった、変わってはいませんけども、下がることはなかったということを示しています。このまとめとして、心不全、左室収縮不全と書いてありますけども、心不全があることで運動対応能の低下が見られることは間違いないと思いますし、返事応答不全も見られることは間違いないと思うんですが、そこに操作を入れても、運動対応能自体に変化を与えることはできませんでしたよというのがこの論文でのまとめになります。で、もう少し掘り下げてみますと、循環動態ということ、個体差というか、確率的には多分説明できない部分をちゃんと考えていこうとすると、心拍出量
カーディアックアウトプットは、ストロークボリューム×ハートレートっていうのは皆さんご存知の通りだと思うんですけども、全員が全員、これに当てはまるかというとそうでもないっていうのは、まあ、皆さんもお気づきになっていると思うんですが、いろんな、こういう収縮能だったり、高負荷だったり、あとはまあ拡張能、まあ、全負荷も含めてそういうもののバランスで、アウトプットされているということは、想像できると思うんですが、まあ、式をこの、カーディアックアウトプットイコールストロークボリュームかけるハートレートを、ちょっと展開の、内容は省きますけども、展開していくとこういう式になるというふうに言われていて、収縮能とハートレート、それからここに高負荷の要素があって、高負荷っていうのはさらにバラすと、血管抵抗かける心拍数というふうに示せるので、心拍数はこことここに出てきて、必ずしも直線的には上がっていかないということが、まあ、分かると思います。まあ、収縮能だけ見てもハートレートと比べても直線的に上がっていかないことが示されているので、まあ、個々 の、その心臓の状態だったり、体の状態を見ながらじゃないと、心拍出量というのは、説明できないということが言えます。もう一つ拡張能から考えると、拡張能が、悪いということは、拡張にかかる時間が、長くなるということになりますので、このタウという、指標を持ってきていて、時間がかかって拡張能が悪い人たちっていうのは、心拍数が上がると、つまりすぐにまた次の収縮が来てしまうので、下げきらないうちに、下げきらないというか、広がりきらないうちに次の収縮が来てしまうということで、EDP が上がるということがこういうふうに示されています。良ければ、拡張能が良ければそんなに影響を受けないんですけども、それから、拡張能が悪ければ、当然、それだけ次の収縮のために、充満できませんので、血液が充満できないので、アウトプットも悪くなるということが示されています。なので、これらの個々の、心臓の状態もやっぱり知らないと、その中にハートレートの要素がいろいろ関わってくるということが、分かると思います。で、これは、イバブラジンの効果を、図にしたものですけども、ものすごく、細かく書かれていますけども、ここに着目していただきたいんですけども、まあ、簡単に予想すれば、イバブラジンでハートレートを落としてあげれば、酸素消費量が下がるので、まあ、楽になるだろうなというのは、予想できると思うんですけども、そんな簡単なものではなくて、いろいろな、例えば今言ったような拡張時間をちゃんと伸ばしてあげて、次の充満をさせてあげて、ストロークボリュームを上げてあげたりとか、ここにも、高負荷の部分が出てきますけども、先ほどの式で言えば、ここにハートレートが関わってくるので、しっかり下げてあげることで、心臓にとっては楽になりますよということが、示されています。まあ、こういうような、生理学的な基準を考えて、返事応答不全というのがどういうメカニズムなのかなというのを、まあ、興味を持って今日の論文を、読みました。まあ、いつも皆さんが読んでいるような、大規模臨床試験と全然違ってですね、後で述べますけども、13対13という全然少ない、症例数なので、まあ、そこは、ちょっとご勘弁いただいて、まあ、生理学実習だと思って聞いていただければと思うんですけども、ヘフペフの、クロノトロピックインコンピテンスのメカニズムについて、まあ、実験をしているという感じですね。でバックグラウンドは今まで、述べてきたようなことで、返事応答不全のメカニズムがよく分かっていなくて、この筆者らは仮説として、まあ、多分事前に研究をやっている中で、運動時の、ピークハートレートは低下があっても、もともとのその人の心臓の、心拍数の増加っていうのは保たれているんじゃないかという仮説があります。ベータ受容体の反応をこの実験の中でやってますけども、その部分は保たれているんじゃないかという仮説のもとでやっていて、まあ、最終的にはこれ覆されるんですけども、僕自身としてはベータ受容体の反応落ちているだろうなと思ってたので、ちょっとこの仮説はどうかなと思ったんですけども、また最後の方で考察で説明します。
で、返上と不全以外でも、運動が中止されてしまう理由があるんじゃないかということも、まあ、後で、考察していきます。方法としては、テキサス大学の、外来クリニックに、通っている、FF 患者さん60歳以上で、心不全の入院歴があったり、うっ血所見があったりする人たちで、EF は 50% 以上、除外基準としては、BMI 40以上、EGFR が30未満、COPD や、クロニックの AF があったり、心筋症、弁膜症がある人は除かれています。で、その対象群として、高齢の対象群13名、これはダラスハートスタディという他の、試験に参加されている方をランダムに選択していて、ここにも、除外基準があって、糖尿病なんかは、除外されています。でそれとは別にですけども、事前の多分研究でやられている、薬物負荷をしているので、その安全性を見るためにやったと思うんですけども、少人数のイソプロテレノールの反応を行った、データを後で少し使っています。で、2つの実験をしていると、考えていただければいいんですが、1つは、凍結節のベータ受容体の反応を見る試験で、まず何もしない状態で、血中のノルエピネフリン濃度を、調べています。で、交感神経と副交感神経の影響を省くために、デクスメデトミジン、プレスデックスを入れて、交感神経の反射を省いています。で、グライコピロレートというので、抗コリン薬で副交感神経の、作用を省いています。その後で、ベータ作動薬であるイソプロテレノールを入れて、反応を見ています。で、交感神経がちゃんと抑制できたかどうかというのは、この、血圧を定時的に見ていて、その時にバルサルバのエキコライを行った時に、上の図はブロックされてない状態でエキコライをすると1回下がりますけど、この上がってくる反応が見られるというのが通常ですけども、交感神経が抑制されていると下がったままだということを思ってブロックされているということを確認しています。で、イキコライをやめると反応的に反射的にまた上がりますけども、これが心拍数も同じように上がるみたいで、それが上げられてませんよというのは、上げられていないことを確認して、これは副交感神経の抑制をされているということで見ています。この状態でイソプロを容量を増やしていって、目標心拍数に達したら終了ということにしています。で、この投与ごとに血中のノルエピネフリン濃度も測っています。で、この血中濃度がこういうふうに示されていますけれども、このイソプロの投与時のノルエピネフリン濃度は上がっていないということで、体内でのその反応は出ていない、純粋にこの薬物の効果だけが出ているということを示しています。もう一個ベースラインを見てみると、実は FPEF の人はベースラインでもノルエピネフリン濃度が上がっているということで、これも考察でちょっと出てきます。で、もう一つの実験は運動負荷試験で、トレッドミルによって行っていて、この人たちはダグラスバック法って、こういう、これ別のサイトから持ってきましたけれども、こういう方法で、これ昔、前の大学の時一回やったことありますけど、こんなことをやってる方大学がまだあるんだというふうに感じましたけども、まあ、そういう方法でやっているようです。結果ですけども、FPEF 群と、コントロール群が13名ずつ。で、体重はかなり差があって、DM は、こっち除外しているので、いませんけども、FPEF 群では半分ぐらいが DM でした。で、薬物に関しては、コントロール群では、特に入っていなくて、まあ、ベータが結構入っているので影響ないかなという気がしますけども、それからエコーの値としては、
拡張脳に対しては有意差がありました。運動負荷の、指標としても、まあ、ピーク VO2 も差がありますし、まあ、一番見たかったピークハートレートで差があって、まあ、予測の、ハートレートに関しても差があるということでした。で、予測ハートレートに、達しなかった人が、達した人ですね。達した人が、FF では5人しかいなかったということで、まあ、それも一つの、要素だと思います。で、この図は、まあ、同じ酸素摂取レベル量、だったら、心拍応答はどれぐらいだったかというのをグラフにしているものですけども、やはり、対象群に比べて、FF 群の方が低いという、一応有意差があるみたいですけども、ということが示されました。そしてこれは、イソプロのベータ受容体の反応を見ているものですけども、ここで、若年群を使ってますけども、若年群でこれだけ反応があるのに対して、高齢者でももう少し下がっている。で、FF はさらに下がっているということで、年齢による影響と、心不全に影響があるのではないかと考えられます。ただですね、このヘフペフ群をよく見ると、実は、このように反応がいい人と悪い人が、二手に分かれたということで、さらに、まあ、13人しかいないんですけども、さらに6名、7名に分けて見ています。ただ、このベータ受容体の反応性が二つに分かれたにもかかわらず、運動対応能に関しては有意差が全くないという、そういう結果です。じゃあ、ベータ受容体の感受性が低下しているのは何、どんな要素が関わっているかというのを一応見ているみたいなんですけども、まあ、有意差は全然ないんですけども、一番関係ありそうなのは、ここで先ほど出てきたベースのノルエピネフリン濃度というのが高かったことが、まあ、ちょっと影響しているのではないかと。影響しているというか、まあ、その要素ではないかということで述べられていました。考察ですけども、まあ、一つは、ヘフペフ患者さんは、イソプロテレノールに対する心拍応答が鈍い、つまり、ベータ受容体の反応性低下があると。まあ、この部分が、この筆者らは、仮説と違ったと言っているんですけども、まあ、そういうことが見られましたということです。ただ、ヘフペフ患者さんでは、ベータ受容体の機能に差があったのに、運動時のピークハートレートが低いという、共通性があって、まあ、ベータ受容体の機能低下だけでは運動対応の低下は説明できないということを、考察で述べています。で、他の論文も、示しますけども、運動対応 の低下に関わる部分としては、ウェッジ圧だったり、末梢の、動静脈酸素格差、まあ、デリバリーに関する部分だと思いますけども、その部分も、要素としては指摘されているものがあるので、そういうことも関係しているのではないかというふうに述べられています。まあ、このベータ受容体の機能に差があったが、はい、運動時ピークハートレートは低かったって、これは矛盾することなの？あ、矛盾するというか、ベータ受容体の機能が落ちているとピークハートレートが下がるんじゃないかって思っちゃうんだけど、はい、そういうことじゃないんだね。そう、なので半分で差があった人、ベータ受容体に、機能低下があった人となかった人もいたと思うんですけども、うん、なかった人にもやっぱり運動時のピークハートレートは低かったという結果だったので、うん、なので、そうだね、これだけでは説明できないと、他の要素もやっぱ関係してきますよということを言いたいと。じゃあ僕の理解はベータ受容体の機能はが落ちてればピークハートレートが下がると思ってるんだけど、それはそれでまあ合ってるんですか？そうです、はい、あ、それは合ってる、ね、ただこの人たちはヘフペフの人たちはそうなってる人もいるし、そうじゃなくてそれ以外の要素も変わってきちゃってる人もいるよっていうこと、うん、いうことね。はい、わかりました。はい、はい、で、最終的には、返事応答不全の原因とメカニズムはよく分かってませんけども、まあ、今回の論文では一つとしてベータ受容体の反応性低下が関与しているということが、分かったということを言っています。まあ、この論文、まあ、この前もちょっと挙げさせてもらったんですけども、加齢によっても、ベータ受容体が、ダウンレギュレーションするので、
そのような反応が見られるんじゃないか。まあ、それによって、まあリハビリを行うことによって、それが元の状態に戻せるんじゃないか。まあ、この部分を僕は実は一番、持ってきたいんですけども、なかなか見合った論文がなくて、まあ、今回はこの論文を選びました。リミテーションとしてはもちろん被験者数が少ないので、まあ、有意差を示したと書いてありましたけども、まあ、なかなか運動負荷とかそういうリハビリというか運動生理学の分野で、被験者をリクルートするのは難しいのは感じていますので、そういうことが関与していると思います。で、FPF、まあ、心不全の人たちの選択基準が、まあ、論文にもあまり書かれていませんでしたけども、ちょっと曖昧だったので、その部分で、返事応答不全の出方に、出方を左右したんじゃないかという可能性があります。それから、まあ、これは、HFpEF 患者さんのベースのノルエピネフリン濃度が高かったことは出てたと思いますけども、それはそれで一つ結果だとは思うんですが、まあ、逆に言うと、ちょっと完全に抑制できていなかったのではということが、まあ、一つリミテーションとして挙げられています。結論ですけども、まあ、繰り返しになりますけども、HFpEF患者さんでは、ベータ受容体の反応性の低下があります。で、それが、返事応答不全に、少し関わっているだろうということですけども、ただ、それだけでは、運動対応能の低下は説明できない部分があるということも今回分かりました。なので、ベータ受容体反応性低下、の、以外にも、また、その要素を研究する必要があるということで、先ほども述べましたエッジ圧だったり、まあ、この前、僕が挙げさせていただいた運動時の肺高血圧だったり、それから末梢での増上脈の酸素格差というものが、返事応答不全、まあ、もしくは運動対応の低下に関わってくるのではないかということが、結論で述べたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。HFpEF 患者さんを使って使ってというか HFpEF 患者さんとそれと、まあ、背景を合わせたようなシニアの患者さんで、HFpEF 患者さん、若い人に比べて老いている人は、クロノトロピックインコンピテンスがある。で、さらにハートフェイラーがあると、それがさらに悪いというようなことでしたかね。はい。まず気になるのは、これ全部サイナスの患者さんだと思うんですけど、AF の患者さんっていうのはどういうふうになるんですか？AF の患者さんは、実は、ですね、心拍数を上げることで、ちょっとうろ覚えですけども、逆にあまり、予後が良くないというのがあったと思うんですけども、サイナスの人は、このピークのハートレートを上げられることが予後の予測だったと思うんですけども、うん、AF の人は、逆に上がってしまう人は、予後に良くないという、まあ、ちょっと逆のような結果があったと思うので、まあ、ちょっとお答えになってないと思うんですけども、まあ、そういう違いがあるっていうのは、まあ、そこが先ほど言った循環動態にも関わっているのかなと思いますけども。なるほどね。これこの人たち、試験の参加者って、ベータブロッカーはどうなんですか？飲んでたんですか？飲んでないんですか？そうですね、結構入ってるんですね、9割ぐらい入ってるんですよね。それの影響ってどう考えればいいのかしら。そうですね、まあ、そこは全く述べてないですけども、そうなんですね、影響はあるんじゃないかなと。ただ、これが例えば聞いて、いい状態にあると考えるなら、もしかしたらベータ受容体、この、ベータ受容体の機能低下ももしかしたら低いかもしれないですし、そうだよね、だってこれほとんどの人がこの一番下のHFpEFだとベータ飲んでて、はい、黒のシニアだと飲んでないので、はい、これベータブロッカーので抑えてるから上がんないじゃないですかっていうツッコミが来そうな感じなんだけど、そうですね、もうその通りだと思うんですけども、9割飲んでますからね。レセプターのその機能自体を直接測るってことはできるんだっけ？どうですかね、まあ、測ることはできるとは思いますけども、そういう
だから今回はやってない。あ、まあそうですね、今回はやってない、ね、うん。そうか、ベータブロッカーがちょっとの影響がよく、まあ、なんとも難しいっていうところかな。あとは、その最後にですね、その介入というか、改善方法っていうことも少しお話ししてくれましたけど、はいはい、これ、例えば運動を、まあ、すること、運動による介入で、このレセプターの機能が改善する可能性っていうのはあるんですか？はい。そこをぜひ次回ぐらいにやりたいと思ってるんですけども、うん、実は。なんていうか、呼吸機能が改善したりする可能性がありそうな気はするんだけど、レセプターの機能改善って運動で得られるのかなっていうのは少し懐疑的なんだけど。はい。はい、実は運動療法っていうか、まあ、我々常に副交感神経でブレーキを踏まれていて心拍数を抑えられていて、それが外れることによって最初心拍数が上がると思うんですけども、で、運動負荷が上がることに交感神経を上げることで、さらに心拍数を上げると、まあ、この切り替えをやることが僕はすごく運動療法の効果だと思っていて、あ、なるほど。それが普段あとこの心不全の人たち、まあ、高齢でもいいんですけども、高齢の人たちはこのレベルが多分下がっていて、ブレーキがしっかり踏まれてないので、心拍数が上がっているというふうに考えていて、なので、それがまあ一つ、ベータ受容体がダウンレギュレーションしてるんじゃないかなという、ことだと思っています。で、それを、この切り替えをいっぱいやってあげることで、もしかしたら、その、アップレギュレーションできるんじゃないかと、うんうん、なるほど、いうふうに考えているんですけども、ただ、そのやっぱり機能はですね、いい方が良さそうではあるんだけれども、はい、そういうなんていうかブレーキアクセルブレーキアクセルってやると車も結構くたびれちゃうと、まあ、思うんだけど、はい、ちょっとやった方がいいのかしら、まあ、その慣れさせるっていうことが大事なのかもしれないけれども、はい、その自体運動で心拍数を上げたり下げたりするその効果作用自体っていうのはどうなんだろう、大事なんですかね、なんか逆な感じがします、まあ、はい、まあ、そこを証明したものはなかなか出てきてないので、うん、まあ、そこを、何か実験できればなと思うんですけども、はい、わかりました。何かありますか？すいません、どうぞ。白谷先生、ありがとうございます。このクロノトロピックインコピーテスって、たまたま他の機会でちょっと勉強する機会があったんですけど、好きそうだね、うん、たまたま僕も同じような患者さんを対応することがあって教えていただきたいんですけど、例えばはどういうこと？なんか運動時の息切れの精査でたまたまこれが見つかったっていう人がいたんで。ペフペフの患者さん？ペフですね、はい。で、まあ、それからちょっと意識するようになったんですが、例えば僕たち初診の外来で息切れの人が来ることってしばしばあると思うんですが、そのクロノトロピックインコンピーテンスのスクリーニングって先生もしされるとしたら何が一番いいと考えているかっていうのをちょっとまず聞きたいんですが。はい、ありがとうございます。まあ、一番いいのはもし施設に設備が揃っているなら CPX やっていただくと、このようなグラフが書けると思いますので、まあ、負荷の、書き方もちゃんとランプ法で、一定にかけられるということで、分かるんじゃないかなと思います。その中で、まあ、代謝も分かりますし、それが一番いいと思いますけど、まあ、その機械を CPX の機械が多分そんなにどこにでもあるわけじゃないと思うので、 そう、はい、その場合は、今回うちの病院では実は、普通にエルゴメーター漕いでサスの機械をつけて、心拍数とサチュレーションだけですけども数秒ごとに取ってくれるので、それでやって、今ちょっと実験始めているところなんですけども。 AI の定義もう一回見せてください。はい、予測最大心拍数の 85% 未満、予測ハートレートリザーブの 80% 未満で、クロノトロピックレスポンスインデックス 0.8 未満、うん、であれば、あなた CI ですねって感じになるんだね。そうですね、はい、この定義には当てはまると。ちょっと先生、もう一個は？すみません、ありがとうございます。あと、これ、思ったんですけど、これのレビューをちょっと見たことがあって、
原因のところに冠動脈疾患って書いてあったんですけど、これ血行体験することで良くなる人っているんですか？いいね。そうですね、まあそこまで追求したことはないですけども、まあその機能が良くなれば当然、その他の要素が良くなるっていう部分と、まあ、あと、そのベータ受容体の話も、まあ、改善するっていうことを考えれば、影響はあるんじゃないかなと思いますけども。すいません、なんかも、はいはい、ごめんなさい。やっぱりベータレセプターの虚血があるんだったらそれ解除してあげればなんか機能改善もしそうな気はするけど。そうですね、はい、なんかもすいません、これ自律神経が関係する疾患ということで、はい、あと例えば頭 の, あのパーキンソニズムとかそういうところの関連性って先生もしご存知だったら教えていただいていいですか？はい、まあ、詳しくはないですけども、自律神経疾患、それから、まあ、糖尿病ですら自律神経の症状があると思うので、その人たちは、かなり、まあ、こういう、自律神経の、測ると、こういうふうには出なくて、もうやっぱりフラットに出る人が多くて、やっぱりこういう切り替えができていないっていうことが分かる、出てるっていうのは分かっています。なので、ものすごく影響はあると思います。クロノトロピックインコピーティス見つけたら、まあ、ペースメーカー入れておしまいじゃなくて、糖尿病の検索とか、はい、頭の検索とかも一応やっといた方がいいってことですか？はい、そうですね、その方がいいと思います。ありました、すいません、ありがとうございました。ちなみに今日のお話のベータ受容体っていうのはあくまで心筋のお話、心筋内のってことですよね？そうですね、はい、そうですね、はい、里見先生は、はい、そうです。あ、すいません、やっぱりちょっとベータブロッカーの内服との関連がすごく気になってるんですけれども、はい、こういうクロノトロピックコンピーテンスの人を見たら基本的にはベータブロッカーを減量なり中止した方がいいのか、それともヘフペフだから入れといたままで、まあ、何か対策を考えるのか、ちょっとそこは疑問なんですけど。はい、ありがとうございます。まあ、ベータブロッカーは本当心拍数だけに対して入れてるわけじゃないと思うので、まあ、これ自身はなくす必要はないと思います。ただ、それでも上がらない、要素があるっていうのは、もう一度先ほどの循環動態で、考えて、ハートレートが下がっていることで、アウトプット出してないならやっぱり上げてあげる要素を考えなきゃいけないし、その時こそイバブラジンなのかもしれないですけども。こういう人たちってそもそもベータブロッカーも効きにくいんですかね？その受容体の機能が低下しているってことは、はい、そこの受容体をブロックするような薬も効きにくいっていう理解になるのか、それはまた別問題なんです。むしろ僕はベータブロッカー入れることで、アップレギュレーションしてくれないのかなっていうのは思っていて、入れることでやっぱり改善してくるっていうのは、ダブルレギュレーションしてたものに対して、入れるベータブロッカーが入ったことで少し改善してるんじゃないかなとは考えてるんですけども。なるほどね、ありがとうございます。はい、まあ、あくまでちょっと推測の域はなかなか出ない、まあ、そうですね、まあそこは示せてないのが。はい、高田先生。ありがとうございます。ちょっと似たようなところなんですけど、その13人のペフの人をまた76かなんかに割り付けたと思うんですけど、この時の76のベータブロッカーって同じだけだったんでしたっけ？あ、これは、それは書かれてないので、ちょっと分かんないですけども、分かんないね、どういう割合でこう分けられてるのかが、まあ、あくまでもここの反応性だけで分けてるので。データの反応性は一緒っていうことですね。はいはい、で、なんか、その、ちょっと卵か鶏みたいな話になっちゃうんですけど、はいはい、その、まず、ペフになって、で、ペフになると、まあ、先生も示されてたように、ノルアドレナリンが増えて、で、ノルアドレナリンが増えると、多分ベータのダウンレギュレーションが起こって、で、ダウンレギュレーションすると、反応性が悪くなって、反応性が悪くなるから、レートが上げにくくなるっていう、そういうメカニズムでいいですか？なるほど。そうですね、もう本当にどっちが先かって感じなんですけども、まあ、ただ、加齢、
加齢によってもまあ起こるとは思われるので、はい、なので、まあ、結構早い段階であるんじゃないかなとは思ってるんですけど、なのでこの時点で、まあ、何か介入してあげれば少し改善ないかなと思うんですけど。ありがとうございます。これやっぱりまあ年齢もそうだし、まあ、ヘフペフになるっていう感じがちょっと俺はよく分かんないっていうか、本当にある一点からまあ一時期からなっちゃうものかどうなのかは難しいと思うんですけど、あのやっぱり最後か、あの渡来先生が言ってくれたように、なんていうかこの切り替えというか、その有ストレス欠乏というか、あの適度なストレスがなくなってできてどんどん機能不全になっちゃう、あの、ダウンレギュレーションしちゃうっていうのが、まあ、老化なのかなっていう感じはするので、まあ、あの定期的に運動をしている老人は、まあ、年取りにくいっていうことなのかなと思いますけど、そうですね、うん、定期的な刺激を与えてあげた方が、まあ、ブレーキとアクセルはっきりさせるっていうことでいいんですかね。はい、はい、分かりました。あと運動以外の介入方法についてはもう一度教えてもらっていいですか。運動以外ですか。うん、まあ一つは薬物ですかね。まあベータブロッカーもそうですけど、まあイバブラジンは一つ、まあ最近最初はそのベータと何が違うんだという感じで思ってましたけども、こういう循環動態を考えるとベータとはまたちょっと違う作用がありそうなので、このメカニズムで良くしてくれるなら、薬物、それから、もうあとは、デバイスで、あのこれあのペースメーカーっていう意味だけじゃなくて、交感神経とかを、頸動脈症というところですかね、その圧を取ったりとか、あの交感神経を刺激してあげるようなデバイスも実験をされているみたいなので、うん、そういうものは、まあ、期待はしてもいいかなと。本当に世の中にちゃんと出てくるかどうかは分かんないですけども、なるほど、そういうのは、まあ、特にこの、 あの循環動態の発表されている九州大学の先生たちなんかはそういうのを研究されているので、うんうん、そこは期待してもいいんじゃないかなと思います。ということはイバブラジンがペフに効くかもしれないという意味ね。まあそうです、ペフまでちょっと言えるかどうか分かんないですけども、まあ、使い方によってはと、あとはどんな人を選ぶかっていうのでは、聞くこともあるんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、一応ハートレートの、うん、がどのくらいで以上であれば、まあ、介入すべきっていうのはあると思うんだけど、渡辺先生、まあ、その低ければ低いほどいいと思います。ローアザベターというふうに思います。いや、そんなことないと思います。あの指摘なところがやっぱあると思うので、そこに持ってってあげるっていうのが、それがもう臨床の中でなんか数字あればいいんですけども、あくまでもまだ実験段階かなと思います。そうですね、はい、わかりました。はい、大丈夫ですかね。はい。はい、では、今日は生理の勉強でしたということで、コロナに気をつけていってらっしゃい。次は月曜日です。